お花紙で作るとっても簡単ふわふわの葉ボタンです。今回はお花紙を4色用意しました。若草、クリーム、白、桜です。これを半分に切ります。簡単に手で裂くことができますが、ハサミを使っても構いません。同じ色を2枚ずつ重ねていきます。お花紙は色ごとに山が3つある屏風折りにします。型紙を使うと簡単にきれいな屏風折りができます。型紙の作り方は一発屏風折りをご覧ください。屏風折りにしたものを半分に折って、外から5ミリぐらいのところを丸く切ります。次にシュレッダーバサミで先の部分に細かい切り込みを入れます。開いて折り目のところをホッチキスで留めます。一番外側になる若草は半分に折って切るときに少し大きく、外側ギリギリのところを切ります。あとは同じように作ります。2枚重ねになっているところを丁寧に開いていきます。全部一度に重ねるよりも簡単に開くことができます。またバラバラになっているので手分けして作業することができます。最後にきれいに形を整えます。全部できたら真ん中に糊をつけて重ねていきます。中心だけをぎゅっと押さえてください。糊も中心だけにつけます。最後に真ん中に寄せて形を整えます。とても軽いふわふわの葉ボタンが出来上がりました。お花紙でできていてとても軽いので液体のりで簡単に貼ることができます。真ん中をぎゅっと押さえて貼ります。
ここではしめ縄につけていますが、画用紙に貼って壁面に飾るのも綺麗でしょう。いろいろな色で作って楽しんでみてください。